聞こえる、感じる、見飽きた景色を吹き抜ける夜風の向こうから、私の止まった時間がやっと動き出す。それが出会いだった。ああ、神様、映っていますように。ヒロミ、それ、ゆうべのね。はあ、結構いい写真多いじゃない。これなら編集長も納得するわ。やっぱ習うより慣れろってやつね。場数踏んだ甲斐があったじゃない。はあ、何へこんでんのよ。映ってなかった。ん？何が？ちゃんと撮ったはずなのに。バカね、どこ見てんのよ。こんなに写ってるじゃない。ほらバッチリ。さすが心霊写真率 70% の男。オカルト雑誌の編集になった時、まず最初に浮かんだのがあなたの顔だったのよね。うん、いい写真だ。専属カメラマンになってもらって大正解。俺が撮りたいのは心霊写真じゃないの。普通の写真なの。普通の？普通ってどんな？それは綺麗だったな。公平、もしもし。お待たせしました。先生、お待ちしていました。遅刻ですね、ごめんなさい。ちょっと
町の図書館で調べ物をしていたものですから。調べ物？先生、ドイツ語も読めるんですか？基本的に文法も単語構成も英語と同じですからね。素晴らしいですわ。さすが日本屈指の霊能者、御堂誠二先生。この態度の違い。なんか言った？別に。で、今回の特集記事に使えそうなデータ見つかったのか、誠二？ええ、シュバルツクベレ城の歴史と後日談は一通り。きっとまた来てくれる。今夜こそこんな場所とさよなら。さあ。ちょっぴり頑張らなくっちゃ。ビゴ、お湯加減はいかがですか、ルナお嬢様。私はルナじゃない。これは失礼を。今夜も良い月が出ていましたもんね。今はもう陰っているわ。タオルを。シュバルツバルトの湖を見下ろす城、シュバルツクベレ。中世ヨーロッパを席巻した黒死病によって、この辺り一帯も多大な被害を受け、それこそ数えきれないほどの死者が出たそうです。その迷える魂たちがあの城に集まっていると言われていて、城内へ入れば必ず怪奇現象に見舞われ、そのあまりの恐怖に精神をやられてしまったり、中には運悪く命を落とした人までいたとか。ふむふむ。ということは先生、公平が見たっていう少女も中世に黒死病で死んだこの霊ってことですね。違うって、あれは幽霊なんかじゃないって。だってあの城には人なんか住んでないのよ。しかも屋根の上にいたなんて、幽霊か幻以外にありえないじゃない。幽霊でも幻でもない、俺ははっきりと見たんだ。そうですね、確かにコウ君が見たという点では幽霊ではないのかもしれません。あ、そっか、コウヘイって心霊写真撮る割に幽霊見たことないんだっけ。じゃあ先生、あの城には本当に誰か住んでるってことですか？わかりません。でも調べてみる価値はあります。そうですよね、コウ君。うん。え、入るんですか？ちょっとコウヘイ、よしなさいよ。なんかあったらどうすんのよ。大丈夫大丈夫。だから霧で滑りやすくて。公平、本当はこんな泥棒みたいな真似をしたくはないんですが、この城は現在立ち入り一切禁止。仕方ないですね。大丈夫なんですか先生？多分。じゃあちょっと行ってくれ。行ってらっしゃい。北東を目指すんだったな。ええ、その道中写真をできるだけたくさん撮ってください。了解、任せろ。ああ、バカ。いって、おいって、カメラ落とさなくてよかった。来てるな。あの先生、やっぱり公平一人だと心配です。気は進まないですけど、私たちも行った方が。いや、それはやめた方が。でもここはただの幽霊城じゃないんですよ。え？安西さん、この線の向こう側に立ってみてください。え、あ、はい。
何ですかこれ。結界です。結界。この城には安西さんのような普通の方でも感じるくらい強力な結界が張られているんですよ。私の怨行術をもってしてもこの結界を完全に破ることはできません。でもコウ君にはそんな結界は通じない。通じない。ええ、コウ君は霊が見えない。そして気配も全く感じない。言うなれば彼は霊的に絶対無敵の鈍感男なんです。なるほど。それで、あ、北東っていうのは？気の流れからすると城の北東部にこの結界を司る呪術的な装置があるはずなんです。それが何か分かれば結界の謎を解くヒントになります。おまけにコウ君の言う通り、もしも中に誰かいたら大スクープ。今回の特集前後編でいけるかもしれませんよ。安西さん、先生意外とダークですね。ええ、意外と。やっぱシャッタースピードが遅いな。一脚を持ってくればよかった。とても人が住んでるとは思えないな。やっぱりあの子は。あ、いけね。フィルム、フィルム。どこだっけ。誰？あなたは誰？君は。はじめまして、私葉月と言います。失礼ですがお名前は。ああ森岡公平。公平、公平お兄様ですね。どうかされましたか。公平お兄様。中で動きがあったようです。この波動は。それにしてもびっくりしたよ。はい。日本語、いきなり知ってる言葉で話しかけられるとは思わなかったからさ。あ、私ここへ来る前は日本に住んでいましたから。そうなんだ。どうしてここへ。それは。あ、いいんだ、答えたくなければ答えなくて。そうだ、ねえ葉月ちゃん、ゆうべあの屋根の上にいたろ。私が。あ、もしかしたらいたかも。見たんですか。うん、ゆうべ君を見かけてそれで来たんだ。え、あんまり綺麗だったからさ、だから君をモデルに写真を撮りたいななんて思って。それじゃあお兄様は私に会うためにここへ。え、うん、まあそういうことかな。嬉しい、私に会いに来てくれたなんて。葉月嬉しい。ごめんなさい、私ったら。葉月ちゃん、そうか、こんなところに一人で寂しかったんだね。あ、それじゃあ早速だけど写真撮らせてもらっていいかな。よかったらだけど。はい、喜んで。よかった、
でもその前に、え、わざわざ会いに来てくれたお兄様へ葉月からプレゼントがしたいな。プレゼント、いいよそんなの気にしなくて。いいえダメです、それじゃあ私の気が済みません。葉月ちゃん、そう、ありがとう。じゃあ喜んでいただくよ、君のプレゼント。よかった。それじゃあ、あの、なんであんなとこで止めるのよ、巣に戻っちゃったじゃないバカ。葉月ちゃん、でもこのチャンスを逃すわけにはいかないわ、頑張れ葉月。葉月ちゃん、あの、ひどい、お兄様は私のことが嫌いなんですね。え、いや、そういうわけじゃなくて、あの、ただいきなりだったからびっくりしちゃって、その、ひどい。あ、ちょっと、ごめん、俺が悪かったよ。いいんです、嫌いなら嫌いでいいんです。葉月ちゃん、違うよ、俺が君のこと嫌いなわけないだろ、だってこうしてわざわざ会いに来てるんだからね、だから泣かないでよ、ねえ。本当、八百万の神に誓って、本当。よかった。単純。じゃあ、お兄様、私のプレゼント、受け取って。お嬢様、おいたはそこまでになさいませ。え？親方様よりお嬢様をお守りするよう仰せつかっております。多少の無礼はお許しくださいませ。甘く見すぎていた。安西さん、下がっていてください。東海の神、名は雨、政界の神、名は宿領、南海の神、名は巨城、北海の神、名は愚教。結界を感じなかったようですな。なんと鈍い男。さて、この男をどうしたものか。まあ、こうしておけばやがてカラスの餌にもなりましょうが。ついばみやすいようバラバラにしてやりますか。の大神、百鬼を退け、教祭を払う。救急により釣りを。でも、コウ君は必ず助ける。だから早く。
お願いだ。あなたまで守れる自信がない。さあ。はい。お兄様、お兄様、お兄様、よかった。はずきちゃん、俺は一体、大丈夫ですか？ああ、大丈夫。それにしても今のは。邪魔者は去りました。え？あ、さあ先ほどの続きを。え、この状態で身動きの取れない殿方にするなんて、なんだかドキドキしますね。葉月ちゃん、時間がない。お兄様、私のものよ。上から見ると下にあって、下から見ると上にある。